はい、今日は、出来たてのさつま揚げを作って熱々のまま食べられるという素晴らしい簡単な商品ご紹介させていただきます。こちらのすり身です。すり身といってもいろいろな魚があると思うんですけど、これはシイラ、あとはイワシとか、シイラの味が違うもの、あとは凍ってますけど、アジですね。解凍してこんな感じにグニョグニョ、こっちはカチカチの状態です。で、前の日から冷蔵庫に入れておくだけで、まあ、大体溶けますし、溶けなかったら、お水でスープとか溶かせますので、あとは、こういう感じの小さいサイズ凍ってます。 300g サイズ、大きい方は 500g サイズというふうに分かれてます。どれだけ簡単にできるかというのを今から作っていきたいと思います。すり身の角の部分にこういう切り取り線が書いてますので、ここを切っていきます。あとはこれをギュッと出して、スプーンなどですくって油に落とすだけです。使う道具はスプーンと揚げ網、それと揚げたさつま揚げを乗せるバット、キッチンペーパーだけです。じゃあ一口大くらいのサイズをスプーンで取って落としていく。このすり身がいいところは、フライパンに全然くっつかないところですね。早速浮かんできてます。両面がきつね色になるくらい、それでもう完成です。片面が色づいたらひっくり返してください。それから揚げるだけ、こんな感じです。完成です。はい、あっという間にさつま揚げの完成です。こんな感じです。食べてみます。うまい。揚げ物はちょっとっていう方のために、フライパンで簡単に作れるさつま揚げやってみたいと思います。中火ぐらいにフライパンを温めて、油はほんの少し、これくらいで大丈夫です。テフロンフライパン限定ですけど、例のすり身をいかに押していきます。くっつきませんね。